今回は、野獣シスべし。監督は、村川徹。1980年の作品です。中台達也や藤岡弘主演で、たびたび映画化されている、大藪春彦の同名ハードボイルド小説が原作。知的で冷酷な主人公、伊達邦彦の犯罪遍歴を描きます。主演は松田優作。共演は室田秀夫、加賀武史、小林麻美ほか。役作りのために減量し、奥歯を抜いて頬をこけさせ、もともとのタフガイの印象を払拭して、勇気のような形相になった松田優作は、原作とは大きく異なる伊達像を、自ら築き上げました。人間の内面に深く切り込み、賛否を含めて、大いに注目された問題作。